はい、久しぶりに iPod 編ですね。第3世代までやりましたんで、今日は第4世代 iPod、こちらはね、2004年7月の21日に、20GB、40GB で登場したものになります。全体的にスッキリしたデザインになったと思います。こちらが第3世代になりますけど、まあ、いわゆるプレイだとか、早送りとかそういったもののボタンがついにクリックホイールとしてね、一体化したモデルになります。初代なんかもね、各種ボタンがあったんですが、非常に第4世代はスッキリしたモデルになりました。このね、ホイールの中にボタンが内蔵されてますんで、まあこう見た目がもう完全にね、ボタンなんかないんじゃないかと思えるぐらいに進化しました。思えば2004年にね、初登場したこちら iPod mini に初搭載したのがクリックホイールになります。そのままね、こちらのメインストリームの iPod にもクリックホイールが搭載されたという流れになっています。まあインターフェースのね、大きな進化と言えるんじゃないでしょうか。もう本当にこのようにね、スッキリなんですよね。特に他にボタンを意識して、指を動かす必要がなくなりましたんでね、そういった意味では本当にまあ完成形と言っていいんじゃないでしょうか。その他のポイントとしてはですね、最長12時間のバッテリー駆動ということで、かなりね、バッテリーがロングライフになりました。そして大きな変化がオンザゴープレイリストですね。まあプレイリストを作ることができるようになりました。今まではですね、まあパソコンの方で作ったものを転送するんですが、 iPod だけで、まあ、作ることができるということと、複数のねプレイリストを作ることができるようになりました。まあそういった意味でその辺がね、新しいところかなと思います。まああとは通常のメモとか連絡先、あとはゲームですね、そういったもの、今ちょうどねプレイしていますけども、そんなものはそのまま引き継がれていますんで、この iPod 第4世代以前にね、作ったプレイリスト、連絡先、メモ帳なんかも引き継げますんでね、まあ iTunes が要になってますんで、非常にシームレスにプレイすることができます。あとね、薄くなってます。そして軽くなってます。まあそういった意味で正常進化と言えますね。はい、でバックライトも当然ありますんで、ただね、この時期ね、カラー液晶への期待が非常に高まってた時期であり、ジョブスさんも悩んだんじゃないでしょうか。モノクロで押したかったような気もするんですけど、まあこのね、時代の流れというんでしょうか、まあそういったものに悩みに悩んだ第4世代、まさかこの後第5世代としてではなく第4世代として新規に iPod 新型が登場してしまうというところがね、まあやはりタイトルにも書いた通り、混乱までいかないんですけど、非常に悩んでいたんじゃないかなと思いますね。 iPod を次どうやって進化させるのかということで、こちらですよ、 iPod Photo というもの。まあ iPod シリーズの中で唯一名前がついてたんですよね。 iPod Photo とついてました。要するに、まあ、写真をね、持ち運ぶことができるモデルになってます。まあこれ以降みんなそういった機能がつきましたんで、特にね、フォトという言葉はこのモデルだけになります。まあこういった感じでね、カラー液晶を搭載したことによって写真を持ち運ぶことができるようになりました。まあ当時 iPhoto というものがね、 Mac にはありましたんで、そちらから読み込んだりとか、まあ自分でね、写真を放り込むこともできましたけども、まあこんな感じで、まあ、写真探すのもね、ほんとこのクリックホイールのおかげで非常にスムーズです。本当に便利なんですよね。はい、こんな感じで iPod フォト、ただ値段がなかなか高いですよね。はい、でカラー液晶になったことによって解像度 220×176 ドット、65000色、サイズは2インチということになっています。まあ主にね、カラー液晶といったところで色数が問題になったのかな。こちらのブロック崩しも
カラフルになって、やっぱりね、色があると嬉しいですね。まあ色があるということは必然的にバックライトをつける機会が増えると思いますんで、そういった意味で電力的にね、ちょっとまだ大変な時代だったんじゃないかなと思います。さらにヘッドホンジャックがコンポジット出力兼用になってますんで、まあそこからね、あの4ピンのタイプのジャックを使うことによってモニターに映し出すことができるようになりました。当然ドックの方にもですね、映像出力ついたんですが、 S 端子までついてますんでね、より高画質にモニターの方へ映し出すことができるということになりました。まあこの第4世代でいよいよね、 iPod をどういった形にしていくのかっていうのをね、いろいろと実験していたんじゃないかなと思います。さあ iPod Photo が出たんで一段落かと思ったんですが、さらにさらに第4世代3回目のチェンジです。2005年6月28日 20GB モデルと 60GB モデルが出るんですが、こちらもカラー液晶を搭載したモデルです。何が違うのということになりますけど、何も違わないんですね。 iPod Photo というフォトというね、言葉が消えました。 iPod に戻りました。そこが違うという点と、まあ基本的にはコストダウンが進んだのか、お値段が安くなりましたね。大幅に値下げということですね。まあそんなところでしょうか。あとはポッドキャストに初対応したのがこの iPod カラーディスプレイモデルになりますのでね、まあその辺もかなりね、第4世代は大きく変化していくという、まあ本当にね、方向性を考えていたモデルなのかなということになります。さあちょっとね、変わったモデルもあるぞということで、まずはこちら、2004年11月に iPod U2 スペシャルエディションというものが登場しましたね。黒いボディに赤いホイール、裏側にはね、サインが施してあります。 U2 ファンにはたまらない一品だったんじゃないでしょうか。そしてもう一つ、2005年予約者限定綾波レイ仕様の iPod なんてのも登場しましたね。こんなものも出ていました。ということでね、いろいろと第4世代どうでしょう、バリエーションがね、豊富でしたよね。そういった意味で悩んでいたというか、いろいろと方向性を模索していたんじゃないかなというのを伺える第4世代になります。実は最後のカラーディスプレイからまあ数ヶ月で iPod 第5世代が登場してしまうというね、2004年から2005年にかけて iPod カオスな時代だったと思います。ちなみに自分はこの第4世代当時はスルーしました。明らかにまだね、方向性が定まってないなと思って、次の第5世代で 60GB を購入したといったところになってます。こちらはね、当時のチラシというかパンフレットになります。同じ2004年生まれの iPod mini と iPod 第4世代がね、同時に映っていますね。まあこの頃はちょっと妹分って言っちゃいけないのかな、弟分、どっちもダメということで、まあちっちゃいサイズのね、お試し版ではないんですけど、まあ少しの音楽だけを持ち運ぶことを想定した iPod mini なんかもね、カラフルアルミボディなんで非常に人気を博していたと思います。ということで iPod 第4世代いかがだったでしょうか。本当にね、目まぐるしく変わりましたよ。半年ぐらいで、半年も持たないですね。そう、数ヶ月で同じ世代でありながらガラッと変わっていっちゃうというね、本当になかなかお目にかかれない忙しい iPod 時代だったと思います。おそらくジョブスさんもね、方向性考えていたと思うんですよね。どうしようかと、カラーディスプレイ載せるだけでもかなり議論があったと聞きますんでね、そういった意味でずっとモノクロでいきたいっていう人もいれば、いや時代はどんどんカラーに移ってるぞと、ライバルをね、カラーモデルをどんどん出していた時期でもありますんで、いくら iPod が強いと言ってもこのままね、モノクロディスプレイを続けていいんだろうかといった時代でもありました。まあそういった意味でついにね、同じ第4世代でありながら
iPod Photo なるものが生まれたり、まあ、全部で3タイプ存在するというね、極めて異例の iPod 第4世代の紹介でした。ではまた。